はい、皆さんこんにちは、カニフィルター YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。写真家の岡本豊と申します。この収録はですね、今こちらの京都写真美術館というところで、撮影していただいているんですが、今回フォトコーシータイムといいまして、5人で、グループ展をさせていただいております。今回5人のこの共通点なんですけど、各カメラメーカーで講師をしている、5人ということで、フォト講師タイムと。万歳みたいな。で、今回僕がこちら参加させていただくきっかけにもなりました。私の大学の、3つかな。それは言わない。先輩の葛原さんです。はい、ちょっと今回前半が、僕が中心でちょっとお話を紹介させていただいて、ね、はい、後半で、葛原先生の写真を紹介していくという形なんですけども、実は私、この、今回のこの作品もそうですし、先月かな、3ヶ月間にわたって、月刊エアレインで、キャノンさんとのタイアップで、こういった撮影をしたんですけども、すべてにこのカニフィルターを使わせていただいて、こういう作品作りをさせていただきました。まあ、実は今回の写真展も声をかけていただいたんですけども、このカニフィルターさんを使うきっかけになったのも、葛原さんから、すごくいいフィルターがあるよって、一回使ってみてっていうことで、声かけて、もう3年ぐらい前ですね。そうですね、もう3年ぐらいになりますよね。はい、ですね。実際気に入ってもらって。いや、もう本当にね、すごい気に入って、使わせていただいております。で、まあ、簡単にですね、まあ、こういう、どういうふうに撮っていたかっていうこともお話ししたいんですけど、葛原さん、今日ね、ちょっとこれ僕のいきなりの提案なんですよ。はい。はい、まあ、提案と言いますか、実はこういう、YouTube、カニフィルターさんの YouTube っていうのは、うん、僕も以前2回ぐらい出演っていうか、はい、させていただいて、葛原さんもっと出てる。まあ、はい。はい。で、その中で、まあ、もちろんそのね、画面上では説明してるんですけども、まあ、お客様、結構まあ私もこの飛行機を撮ってる皆さんが、まあ実際ここにあるフィルターを、まあこれエアプレインキットってね、こっち置いてますけど、使っていただいてまして、で、まあ実際使ってるんだけども、そのやっぱり先生の作品ほど、ちょっとこう写真に、こう、あれがどうやったら出るのかなとか、そういったなんか、なんていうんでしょう、実際にちょっとこう教えてほしい教室みたいなものをないんですかっていうのをよく声かけていただくんですよ。よくありますよね。はい。はい、で、実際、家には持ってるんだけども、結局、なんかうまく使いこなせてないので、っていうことで、うんうん、まあ、ちょっとせっかく持ってるのにっていう方もいらっしゃるし、はい、で、ちょっと、これも僕の現実、実現するかどうかわからないんですけど、はいはい、僕の、まあ、ちょっとご提案としてね、はい、カニフィルター講座みたいな感じで、いいですね。はい。一緒に撮影に行って、で、まあ、撮影して効果を出していただいて、はい、で、その、まあ、撮っていただいた作品を、うん、また一緒にこうやって YouTube で、こうすればもうちょっと良くなるとか、これすごく効果が出てますねとかね。はい。なんかそういうのを、撮っていただいた方の作品を見せながら、こう勉強していくっていうことをすると、なんかすごく、まあ、そうですよね。いいんじゃないかな。で、また、なんかその、フィルター欲しいんだけども、やっぱりちょっとその、教えてもらうことをしてないというか、わからないので、まあどうしようかなって思ってる方がね、こういうの定期的にやってくれるんだったら、ちょっとチャレンジしてみようかな。そうですね。エアプレインキット体験も含めてってことですよね。そうです、そうです。しようかなっていう方で、もっともっと多くの人にね、なんか僕、前の YouTube でもお話しさせていただいたんですけど、せっかくなんかすごいいいものなので、まあ僕も自身も正直言うとそれまでフィルターって使ってない派だったんですよ。はい。で、葛原先生にね、はい。使ってないのっていう感じですよ、ね。そうそう。一回使ってみたらって言われて、まあ、使わせていただいて、もうそっからもう、ね、このように、はい、もう、使わないと絶対、もったいないなっていう感じを、はい、まあ、体験してもらいたいので、うん、ぜひなんかそういう企画ができたらなっていう、はい。いいですね、すごく。はい、思って。まあね、使ってもらうと絶対に表現の幅が広がるんで、うん、まあ、そういうところっていうのを体験してもらって、だからなおかつ、その使い切れてない人が、また使い込めるようにっていうことですよね。はい。僕自身は、まあ、紹介いただいて、まあ、やっぱり長く写真やってるので、はい、こういう時に、まあ、PLF フィルター使ったら効果が出るなとか、逆にもうここまで露出が暗くなってきたら外した方がいい時も場合によってあるわけですよ。あります。それすごくありますよね。はい。はい、だからやっぱり長年写真やってたので、その辺は、まあ、こう自分で、ね、はいはい、できるんですけど、はい、やっぱり一般の方って、そうですよね。そこまで、
わからない。まあ、LPL、ね、簡単に言うと、こう、うん、もう CPL、はめっぱなしの人とかもやりますもんね。そうです。極端に言うと、もう付け方もちょっといまいちわからないっていう方もね、いらっしゃるので。確かに確かに。なので、一緒にこうね、体験していただくっていうのは、すごくいい機会なんじゃないかなっていうふうに、うまあ、思って。なおかつ先の話だと、発表の場もあるっていうことですよね。そうです、発表場も。はい、すごくね、だから、参加していただいた方も勉強になるし、はい、やっぱり我々の作品だけ見てもらうというよりも、はい、やっぱりこう勉強してる方の作品を見てもらうっていうのもすごくいいと思うんですよね。はい、と思います。はい。なんかそういうのいいなと。賛成です。賛成、ありがとうございます。じゃあぜひちょっとそういうのやってもらうようにね、はい、お願いしたいですよね。ね、撮ってる人がね、ね、伊藤さん、いい感じですね。あ、OK もらってるんで、またなんか実現すると嬉しいなと思います。はい、そうですね。はい。で、まあ、ちょっとまあ、僕の写真を。そうですね。そう、作品の話を。はい。で、まあ、どちらのね、こう作品も、まあ、僕自身の中ではもう二度と出会うことができないんじゃないかなっていうようなシーンで。うん、いや、だって、ピンポイントじゃないですか。僕も飛行機撮るっていう話だけど、まあ、その、787に限定したりはしてないし、ましてや、その、ね、航空メーカーに限定もしないんで、まあ、そこで言うと、もう本当にすごいな。どの作品もすごいなと。今回、まあ、こっちの富士山の写真なんですけどね、うん、はい、これ、私、この絵が撮りたくて、富士山の、はい。実は羽田空港の近くに住んで、このために行ってみる、はい。そうですよね。4年かかったんです。そうそう。どこに住んでんのって言ったら、羽田の近くに住んでるんです。で、どうしてかというと、毎日富士山が見えるんですよ。はい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 。でも、富士山が東京から、これ100キロ離れてるんですね、羽田空港から約100キロ離れてるんですけど、はい、富士山が、見える日って、はい、大体ね、見える日は80日ぐらいあるんですよ、1年間で。はい。でも、80日のうち、スカッとクリアに見えてる日って、ね、うん、10日間ぐらいなんです。はい、はいはいはい。で、しかも、この写真みたいに雲が全くかかってないんですっていうのは、はいはいはい、まあ、3、4日あるかないか。うん、まあ、時間はね、まあ、別として、そういう感じなんですよ。で、まあ、船を出し、チャーターして、はい、まあ、この日出て、まあ、冬のこういう日って海もすごい荒れてるわけです。はい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 。まあ、そういう中、まあ、飛行機と富士山と同じ露出でね。はい。これ100キロ離れてるから、飛行機は光が当たってるけど、うん、富士山には光が当たってないとか、その逆のパターンもある。ま、それが多そうですよね。そう、うん。だからね、もうこれが撮れた時ってものすごい嬉しかったですよね。でもやっぱりね、これもちろんすごくいい巡航でね、うんうんうん、いい光、さっきも言いましたように同じような露出で撮影できてるんですけども、はい、まあ、ここにつけてます。まさにこの EOS の R3 に、100の500ミリと CPL フィルターを使わせてもらって、はい、この一枚をまあ撮影したんですけども、まあこのフィルターをこう駆使することによって、はい、よりこの青空とこの富士山の白と空の色とのコントラストをパキッとこうつけることができるので、本当にこう飛行機が浮かび上がってくるような、はい、まあそういう絵に、まあしているという感じです。まあもちろんこちらの左の桜の写真も、まあ同じなんですけども。まあ距離はね、これの作品よりは飛行機と桜の距離っていうのは近いんですよね。まあそうですよね、うん。近いんですけど、まあ同じ露出になるようにということと、はい、まああと桜が咲いてるとき、葛原先生もご存知のように、スカーッと晴れる日って意外と。少ないですよね。少ないでしょ。そう。で、まあこの日はね、日本全国の中で、はい、大阪の伊丹空港なんですけど、はいはいはい、空港だけ、ちょっとね、前線が離れて、おー、なるほど。しかも PM2.5 っていう、はい、そういう、まあ、物質も少なくて、非常にクリアになるっていう予報があったので、朝一の787に乗って、この一枚のために行ったんですけどね。そうなんだ。はい。で、特にこの桜、こういう、まあ、葉の色ですよね。はいはいはい、はい。これは PL フィルターの中でも、ビビットタイプっていうものを使っておりまして。はいはいはい、僕も使ってます。あ、使ってます。はい。もう、よりこう、自分の見た目に近いような、はい、こう、色をこう出してくれることができるので、はい、もう本当に、別にその露出をアンダーにせずに、ちょっとオーバー気味に撮影しても、しっかりとこう色を残すことができたということで、まあ、このフィルターがもう絶対この写真には欠かすことができないものになって、ね。僕はね、ビビットが発売されてからもうほぼビビットメインで使ってます。そうですか。はい、僕はね、ビビットと、まあ、標準の使い分けをしてるんですけどね。ちょっとこう、オーバー目に撮影する、露出をオーバー目に撮影するときに、このちょっとビビットのものタイプを使って、ね、はい、基本的にはね、やっぱ飛行機白いボディの機体が多いので、ちょっとこう、適正よりはアンダー気味に撮影することが多いんですね。はい、そういう時はちょっと普通常の PL フィルターを使ってて、ちょっとこう使い分けをしながら。肝ですよ。まあでもやっぱりね、どちらの作品にしても、もちろんそういう
いい条件を目指して撮影はしてるんですけども、やっぱりそこにさらにこのフィルターを使うことによって、はい、まあ、一年に数回しか出会うことができないようなシーンをね、うん、確実に、まあ、さらにこう、はい、よくね、表現することができるということで、はい、まあ、さっきも言いましたように、ぜひね、ちょっと多くの方に、ちょっと私がね、ご紹介いただいて使ったような感じでね、はい、使ってほしいな。さらにどんどんね、広まっていったら楽しいですね。そう、本当に広まっていってほしいなって思うんですよ。はい、前の YouTube でもお話しましたように、写真がね、こう、さらに面白くなると、はい、もう絶対それは思いますよね。はい。はい。はい、そうなんですよね。はい、もう、うん。買ったり欠かすことが。ちなみに、はい、これ、書く方用の、CPL じゃないですか。ビビットにしても。そうですね。はい、はい。で、普通のこの、いわゆる普通の円形タイプっていうのは使ってない、はい、そうなんです。僕はもうまさに、そうなんですね、これかな、こっちのエアプレーンキットっていうやつを使ってるんですけど、ただ、こちらの中には、先ほどお話ししてて、これは100ミリホルダー、こういうホルダーですよね。はい、で、まあこのホルダーっていうのは、これをこう前に装着して、はい、で、ここにね、くるくる回せる。そうですよ、ね、はい。で、これを回すことによって、これはフィルターが、中がフィルターが回るので、はいはい、まあ例えば空を青くしたりとか。そうですね。はい。逆に反射をなくしたりとか、はい、濃くしたりとかってすることがこう見ながらできる。あ、じゃあもうホルダーありきで使ってる感じですか？そうなんです。ホルダーありきで。そうなんですね。そう。まあ、で、なしでも普通のね、円形と同じように使うことは可能なんですけど、はい。はい。そうです。で、まあ、ちょっと後で紹介するんですけど、そういう時に、ちょっとここの露出を抑えたい時に、うんうん、これハーフ NDD がセットになってるので、なるほど。はい。それを、ここに前につけて、なるほど。それで、まあ、飛行機撮影してるという。はい、ただ、先ほど紹介した、このビビットタイプっていうのはこれには入っていないので、はいはい、まあ、こちらだけ購入していただければ、はい、フィルターをこう変えて使っていただくことが、まあ、同じようにね、普通の円形フィルターと同じように使うことができるんで。そうそうです、まあ。岡本豊かスタイルとしてはそういう使い方をしているということですね。そうですね。だから、このぜひ、はい、エアプレーンキットを購入していただいて、はい、そこに、ビビットタイプの CPL を導入していただければ、はいはいはい、まあ、僕が普段、撮影していると全く同じようになるという形になります。あとは一緒に沖縄来てもらったら、はい、使い方を教えるよってですね。そうです。はい。そうですね。わかりました。はい、で、はい、ちょっとまあ今これ2点紹介して、ちょっとこちらのですね、作品もあるんですけど、はい。じゃあちょっと今度こちらの作品紹介させていただきたいんですけども。はい、さっきのとは違って、そう4点。はい。はい、4点。で、この斜めの、はい、は、まあ夜景を夜撮影したものになります。はい、で、左上はね、フィルターを実は使ってまして、まあちょっと後で説明しますが、まあ、やっぱり夜なので、こちらのレイフォトさんの三脚を使用して撮影をしてます。いいですね、はい。はい。で、まあ僕主に、LS の 284CEX っていうタイプと、はい、こっちの LO の 324C っていうタイプ。この二つを多く使って、はい。前ね、レイフォトさんの三脚の、はい、公式の YouTube でも対談させてもらった。あ、そうですね。あの時に 8割それ使ってるって言った。LS284-38 割。はいはいはい。ね。そうなんです。で、まあ、この辺全部そうなんですけども、はい、特にこの辺の作品っていうのは、はい、羽田空港のフェンス越しに撮影をしてるんですよね。はい。で、これあそこ厄介ですよね。そうです。これね、でも、フェンス絶対映ってないと思うんですよ。わからないと思うんですよ。言わないと。わからないです。わからないです。きっと、なんか、はい、特別に中に入って撮影してるんじゃないかみたいなね。はい、そうですよね。いや、ないんですよ。これで誰もが行けるところで撮ったものなんですけど、この先ほど紹介しました LO っていうやつがものすごく僕おすすめで、はい、まあ、とにかくこれ、強度がまず、まあ、当たり前ですしっかりしてるということと、はい、ね、うん、センターポールがね、こういうふうに伸ばせるタイプなんですけども、はい、これ、ちょっとね、わかり、映りますかね。こういうふうに斜めになるんですよ。はい。で、三脚。レベリング効果がある。そうです。で、しっかりと斜め、した上で斜めになるので、はい、例えばこういう風にしてあげると、フェンスにですね、こう、ピタッとレンズをつけることができるんですよね。ということで、このフェンスをなるべく長いレンズを使って開放で撮影することによって、はい、まあ、このフェンスを映さずに、クリアに映すことができるということで、非常にこれ、僕は羽田中期専用三脚っていう。なるほど。勝手に名前つけちゃってるんですけど、はい、という意味で羽田空港で撮影するときは、この LO サニーを使用。そのときも、雲台は、いつもの BV10。そうです、そうです。BV10 使ってます。で、今、新しくね、BV15 っていうのも。出ましたよね。出たんですよ。はい、で、この、ちょうど今、雲台の話をしたんですけど、この流し撮りなんですけどね。はい、こちらの、写真は、
その BV15 を使って、なるほど、はい、この重さをね、こう変えることが、テンション変えることができるので、はい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 、トルコ変えることができるので、こうついついこう、ふわっと早く振ってしまいがちなんですけども、うんうんうん、こうじっくりね、ちょっとじわーって動かせる感じですね。そうそうそう、うん。なので、動いてる被写体に応じて、はい、重さを変えることができるということで、非常にその辺も、ちょっとね、BV、点よりは少し大きくなるので。そうですよね。大きさと重さがちょっと重くなる、ね、はい。これもまあできれば、ちょっとこう、使い分けをしてもらって、はい、なるほど、なるほど。流し撮りするときは15。で、ちょっと遠征するときは BV10 にしてもらうとかね、はいはいはい。そういう形で使っていただけると、非常にいいんじゃないかなということで。ね、これフェンスにつけるっていうのは結構いいアイデアというか、めちゃめちゃこの三脚以外ではなかなかできないですよね。そうです、この三脚、ね、そうです、そうです。はい、そう、レベリングがついてるものはあるけど、ね、こういうふうにそこからセンターポールがっていうわけではないから、まさにそのためにっていう。そうなんですよ。まさにね、もう本当今までこういうふうに三脚をね、こんな感じにして、はい、はい、わかります、わかります。はい、壁にもたらせたので、ちょっとやっぱり強度的に不安があったんですけど、はいはい、しっかりとこういうふうに立てた状態で、近づけることができるということで。でねはい、ズームレンズなんかね、こう、ちょっと触っちゃうと、そうです。が変わっちゃったりするんですけど、はい、そういうこともないですもんね。そうです。まさに、駐機場専用三脚。はい。でね、ちょっとさっきフィルターの話をしたんですけど、はい、夜なのにフィルターを使って、はいはい。そう。これ実はこの写真に、このエアプレインキットを使ってるんですけども、はい、先ほどのフォルダーの、この PL を外した状態で、はい、ND フィルターを使ってます。はいで、まあ、長時間録音撮影をしているんですけども、どうしてもこの手前の方が明るいので、どん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 手前の方が明るくなってしまうんですね。はいはいはい、で、これ、だいたい、ま、30枚ぐらい撮影したやつから、まあ、空間が、こう、埋まるカットを選んでいって、15枚ぐらいを、こう、比較明合成してるんです、はい。で、どうしても手前だけが明るくなってしまって、奥の方が暗くなるので、まあ、そこをこう、均等に、両方がバランス取れるように、まあ、エアプレインキットについてます。ハーフ ND を使って、手前側が、その明るくなりすぎないようにというような、調整をしながら、撮影をしているので、まあ、どうしても、飛行機撮影というとね、やっぱり夜も綺麗なので、はい、夜の空港綺麗ですよね。夜の空港綺麗です。うん、はい。なので、まあ、三脚と、まあ、ND フィルターをこうまく組み合わせていただいて、まあ、夜も、ちょっとこう、人とは違う作品というのをね、はい撮影していけば。ちょっとはい。まあ、かなり違うというか、ね。これかなりこだわりですね。787。全部ない。ですよね。はい。ここに飛んでる鉱石も787というこだわり。鉱石も787。787です。徹底してる。そうなんですよ。まあ、残念ながら、この奥のスポットはちょっとね、小型機が入るところなんであれなんですけども。はい。まあ、そういうこだわりを持って、撮影をさせていただいております。はい。まあ、これ、前半と後半があるということで、はい、あまり僕ね、これで、喋りすぎたら。いや、もう、前半後半全部かもしれない。いやいやいや。まあ、でも、ほら、最初に言った、はい、企画なんかそういうフィルターの、なんかこういう企画っていうのは、ぜひ実現したいしたいですね。はい、うん。思っているので、またそういう、実現したときはね、ぜひ、参加して、そうですね。いただきたいな、というふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。なんか、そういうね、実現して申し込みとかも早速ここに出てたりとか。ここに出てたらすごいですね。はい、伊藤さん次第です、ね。はい。で、まあ、フィルターも対応していくので、ここにね、ちょっとでも紹介、また、ちょっ と,、はい、とね、今言ったやつ出れたら、ね、出せたらなと思ってますんで。ぜひぜひ。はい。まあ、一緒にツアーできるの。ああ、そう、ツアーもね、はい、やりましょう。はい。じゃあ、これで私の部は終わりたいと思います。はい。はい、はい、バトンタッチですね。はい、そうですね。はい。続きも見てください。はい。はい。ありがとうございました。今日は京都写真美術館ギャラリージャパネスコから撮影していただいております。で、前編が実はこのビデオあるんですけども、そちらの方は岡本豊さんの作品をメインに撮影してるんですけども、今回僕の方の、作品を中心にという形で、まあ、一部二部構成という形でやっております。はい、写真家の岡本豊さんです。岡本です、よろしくお願いします。はい、あ、自分の紹介忘れてた。葛原芳弘です。よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、これね、今この写真展を一緒にやっておりまして、この他にも3人全部で5人で写真展を今開催しておりまして、で、まあ、このね、素敵な空間の中で展示できてすごくいいなと思ってるんですけど、どうですか。いや、本当もちろんこの会場の雰囲気もすごく良くて、一歩外に出ても
なんかもう本当に京都らしいというか、はい。はい。もう平安神宮のね、鳥居がすぐそこにあるので。そうですね。すごくいいところで。はい。僕さっきほら、はい、飛行機の作品でね、78の作品で。はい、で、そうだせていろいろ、こう、ね、撮られてそうですね。僕はノンジャンル。ノンジャンル。スタイルなんで。はい。だから、はい、いろんなジャンルを展示しております。そう。だから、いろんなシーンでね、はい、フィルターをこう使われて、ね、らっしゃると思うんで、はい、その辺はちょっと聞いていきたいんですけど、はい。まあ僕特に気になったのが、はい。はい。はい、なんか勝手な僕の、先生の井口原先生のイメージというと、はい、なんか今回ポートレートっていうのがなんかすごくあったんですよ。あ、そうなんですね。はい、ほうほう。で、ポートレート撮るときフィルターってどうやって駆使して撮っていくのかなっていうのを、はいま、ちょっとすごくお聞きしようと思っていて、あ、そうなんですね。はい。はい、で、見たら、はい、今回この2作品で、そうですね。はい。で、ずーっとこう見ていくと、はい、あれなんかどっかで見た景色の。いやー、本当に申し訳ない。いやいや、専門の人より大きい写真を持ってきてしまうというね。いやいや787がいるかなみたいな、ね。いや、でも若干僕ははめられた感があるけど、最初大きいの持ってくるって言ってたからさ。はい。じゃあいいかと思って持ってきたら、はい。でも、まあ僕はほら飛行機を専門でやって、ね、まあ先ほど前半で紹介したこの、はい、ね、エアプレインキットっていうのを。素晴らしい。はい。っていうのを使ってるんですけど、はい、なんかほら、いろいろなジャンルのね、はい、作品があるので、はい、このフィルターをどういうふうにこう使って、はい、使い分けてらっしゃるのかなっていうのをちょっと、そうですね。じゃあ、まず、最初に、岡本さんがおっしゃってた、ポートレートで言うと、はい、最近発売されました、シネマディフュージョンフィルターというフィルターがございまして、はい、効果としては、ブラックミスト効果というものがあります。はい、で、その効果っていうのは、まあ、昔、結構昔というか、よくポートレート撮られてたと思うんですけど、ソフトフィルターを使うってよくあったじゃないですか。ありました。はい。はい、でも、ソフトフィルターって全面がこう柔らかくなる。はい。いわゆる描写の画力が落ちてしまうという、はい、そう難点もありますよね。はい。このシネマディフュージョンフィルターというのは、はい、まあ、簡単に言っちゃうと鼻筋とか目元とかのこういうラインありますよね。はい、こういうところは崩れずにちゃんと残るんですよ。はい、で鼻の質感だけが優しくこう落ち着いて映るという、もう魔法のような、はい、フィルターなんですけども。で、カニの場合は、はい、0.5、1、2、3っていう4種類の効果の強さっていうものの CDF、うん、シネマディフュージョンフィルターがございまして、0.5 っていうのが一番弱い目の弱い、うん、はい、効果がある、はい。で、3になるとかなり強い効果があるっていう形で、うんうんうん、今僕はこの2枚は両方 0.5 を使用しております。あ、こちらに今ある作品は 0.5。はい。じゃあ、比較的、どっちでもちょっと効きが少なめのタイプってことですか？はい、はい、控えめのタイプになってます、うん。なるほど。その辺はやっぱりモデルさんの年齢とか、その光の条件とかっていうのを合わせて使い分けるっていうところもありまして、はいはい、光源が強いところだと、強いものを使っても、その、どう言ったらいいかな、柔らかい評価になるんですよ。で、光源があまりないところだと、逆に、強い効果だと、すごく効果が出すぎるっていうところがあるんで、僕は強いところではどっちかというと弱い。先生は一応、あれですか、4種類全て。で、飛び板で使ってます。はい、一番弱いやつ、はい、ああ、飛び板っていうかね、0.5 と、基本的には2を使ってます。はい。なるほど。どちらかというと、なんかこう、使いやすい。あ、とりあえず 0.5 を。0.5 がやっぱり使いやすいということですね。はい、でそこからまあ強くするっていう感じなんですけ ど、まあその辺はね、0.5 と1をもし試す機会があったら一度試して、どっちをベースにするかを決めてもらうと、例えば、使われるレンズの長さ。はいはい、っていうのに対しての変化っていうのはどうあるんですか？それは特に、ね、そこはそんなに特にはないですね。まあ、極端な言い方すると、例えば広角、広角レンズと、はい、16mm で使うと、まあ、この辺だと 85mm とか 100mm あたり使われると。そうですね、85mm です、はい。はい。その辺と差っていうのはそんなには。そんなには出ないですね。はい。なるほど。どっちかというと光量の大きさの方が、光の。かなり差が出ます。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。はい、参考になります。で、まあ、順番にじゃあ、そちらから行こうと思うんですけど、はい、こちらの作品ですね。はい。はい。これは、ストリークフィルターという最近新しく出てきたフィルターを使っておりまして、はい。岡本さんも昔は使ってたかもしれないですけど、この光源、点光源に対してクロスフィルターっていうのがありますよね。はい。はいはい、こう十字に。ありました。とか、光の光芒が出るやつ。はい、昔結婚式でね。ああ、なるほど。キャンドルサービスっていうのが。はい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 、はい。こう、今も懐かしい新郎新婦がこうテーブルの上に火をつけていくっていうのがあって。で、それをこう、フィルター使うとこう、なるほどね、ありました、ありました。はい、で、それの、はい、これ、横に2本だけ線が出るっていうフィルターなんですよ。ほー。はい。で、それの、オレンジを使用してます、はい。で、オレンジとグリーンとブルーがございまして、はい、で、オレンジとグリーンでパッケージを実はお願いされておりまして、あ、オリジナル。はい。はい。はい。
で、オレンジを使って、僕はこの作品をあのパッケージに使ってもらおうかなと思ったんですけど、はい、兄さんにまっすぐの線がいいって言われて、パッケージは違う写真になっております。今ないんですか？僕の写真なんですけどもね、はい、ちなみに。ちなみにそのパッケージは、はい、あります。はい、で、それがまあこれですね。オレンジとグリーンですね。まあ、はい、多分後でワイプでなんか入れてくれはると思うんですけど、はい、はい。これほら、まっすぐでしょ、線が。あ、本当まっすぐピッとこれ。ちなみに同じ平方パークです、ね。同じです。これもですけども、ね。あ、そうですね。はい。はい。こっちはグリーンですね。なるほど。はい、うん。これもなんか飛行機の、なんか空港とかにもやる、そう使えそうな感じですよね。はい。うん。ぜひぜひ。はい。はい。一回お試し飛行機にもなんか使えそうなので。ちなみに角型も出ております。出てる。今のは円形なんですけども。うん。はい。じゃあちょっと飛行機の方で、ちょっとね。そうですね。はい。オレンジとかすごくいい感じになると思います。はい。はい。着てます。で、はい。隣に、ね。で、隣に。きますと、まあこれは CPL ですね。さっきの PL でこういうリフレクションを出すっていう使い方をしています。はいはいはい、上の写真はね、もうカニさんのあのレンズクロスで使ってもらったり、はい、もう何遍も説明をしているんですけども、またかと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これはもう CPL これを使って、はい、まあこの琵琶湖なんですけども固定を使って、はい、CPL もちょっと僕の先ほど話の中に、はい、あのねビビットがあったりとか、そうですね、これを撮った頃はまだビビットがなかったんですよ。今あればビビット使おうかなと思うんですけど、あ、なるほど、はい、だからちょっとビビットとその通常のやつとの違いっていうのはどういうところに感じられてますか？あ、まあ風景だともうビビットが僕の感性にはビビットきたというもう今ちょっとそこで切らないでくださいよ。まあ、ビビットの方が、まあ、僕的にはすごく気に入ったんで、基本的にはビビットを使用してます。うん、であまりにもこう、まあ、ちょっと派手になりすぎるなっていう時に、抑えたいなっていう時に、うんうんうん、通常の CPL を使うっていう形で、まあ、持ち歩くのは2枚持ち歩いてるんですけども、うん、ど、はい、はい。基本的には僕はもう、ビビットがまず先にある。ただこちらの作品は、通常の CPL フィルターを使われてらっしゃると。はいいうことですね。はい、で、まあ、CPL プラス ND を使って、ここ、下ちょっと見てもらったらわかるんですけど、この朝もやで、はい、こう、湖面の温度が上がってきて、はい、上がってくるんです、ね、はいはい。なんかちょっと、ね。で、この状態も実はこういう感じなんですよ。で、それを ND を使って、超秒で、すごく、幻想的な感じにしたいな、というところで ND 線を使っております。なるほど。で、あとは空のトーンを落としたいので、ちょっと斜めに描きながら、ハーフ ND、うん、ハード 0.9 っていうのを使用しております。うん、これ3枚使ってます。斜めに描けられたって今おっしゃいましたけど、はい、それはどうしてですか？これでこっち側に太陽が出てきてるんですよね。はい、で、太陽に対して、ここ明るくしたかったんですよ、僕の場合は。で、なおかつ普通だから太陽の方を暗くして、そうですよね。はい、こうトーンを合わせたいっていう使い方もできるし、まはい、逆に先生の場合は、その差をよりもっと作りたかったっていう、ね。ここの明るさを出したかったんで、こっちが暗くしたから。なるほど。ちょっとだけ傾けてる感じです、ね。あ、じゃあ、なんか、イメージとしては、こう、明るいところを抑えるっていうイメージが強くあるけど、はい、ああ、そうですよね。はい、まあ、それだけじゃなくて、はい、逆にもっと明暗さをつけることにもできるということで。最近のね、レンズって性能いいじゃないですか。うん。で、周辺光量が落ちてほしいのに落ちないってあるんですよね、実際。で、そういう時にそういう効果っていうのをもたらす。でましてや周辺光量ってこう左右均等に起こるんですけど、うん、レンズの場合は。ですけど、こういうフィルターを使っていただくと、片側に偏せて、うん、そういうふうに自分の、どう言ってるかな、思っているような感じで影を作れるというか、うん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 、トーンを作れるっていうところがあるので、なるほど、まあ、斜めにかけていただくっていうのはよくしていただいたらいいのかなと思います。なるほど、うん、はい。なんかそういうテクニックというか、細かいことも、はい、まあ、ちょっとさっき言いましたけど、はい、こうね、ツアーして、ツアーやりたいね。こうね、こういう風にしたらほら、こうなるよっていうのと、はい、逆のものと撮って、はい、で、後でなんかこう、教室とかで、ほら、違い出てるんですよっていう、ね。座学もやるということですね。座学もやったりしたら、なんかね、すごい使い方があるので、何パターンもできるっていうね。単純に、なんかこう、このフィルターを使いましたっていうだけじゃない深さみたいなものが、そこにあるから、ねはい。沖縄でビビット使って、はい、あれですね、ビビット CPL 使って、これ取って、ハーフ ND 使ってってやりたいですね。そうですね。はい。はい、風景もぜひやりましょう、うんうんはい。はい。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、こちらの方、はい、お願いします。じゃあ、はい、こちらですね。こちらの作品は、はい、そうですね。まあ、この、いわゆる望遠レンズを使う系っていうのは、はいはい、まあ、基本的には多分、岡本、豊先生もよく使っている UVIR カットフィルターですね。はい。で、そちらをよく使っております。はい。これですね。うん、はい。千里川のね。はい、千里川です。はい、よくご存知の場所で、はい。まあね、これね、3作品持ち込んだ時に、これ見て、787じゃないって怒られたんですけども。怒なんで怒られてるのかわかんないんですけども。怒ってない、ね、いやいや、目が怖かった。あ、そうですか。そんなことないですよ。
そう、はい、まあ、あの円形を撮影するときにこの UVIR カットですね、うん、はい、を使っていただくと、はい、まあ、あの線がシャープに出る、解像感も上がるというね、はい、素晴らしいあのフィルターになるんですけど、うん、まあ、実際に使ってみると本当にね、いや、もう特にこの夏場、明らかに分かりますよね、はい、夏のこう陽炎というかね、はい、まーっとしたときに使っていただけると本当に自然にカチッとした、ね、はい、うん、効果があるので、はい、これも間違いなくちょっと、はいはい、使っていただきたいと思います、ね。で、まあ、600ミリの単焦点とか、ね、うん、500とかだとドロップインタイプなんで、うん、ちっちゃいのを後ろに入れるんですけど、はいはい、これは通常の前にはめるタイプになりますので、うん、まあ、95とか105まで、カニさんは用意しているので、かなり大きな、うん、あの、レンズにも対応してますし、うん、まあ、それ以上とか、使い勝手をいろいろ幅を広げたいなという場合は、角型のフィルターもございますので、ね、うん、はいはい、まあ、あの、UVIR はね、すごく人気もあるので、うん、ぜひぜひ。そう、先ほどおっしゃったように望遠レンズね、はい、特に遠距離の遠い被写体を狙うときはもう間違いなく使って、絶対はめてほしいですよね。そうです、ね、はい、はい、いい、本当にいいフィルターだと思います。はい、はい、まあそちらを使っているという形ですね、うん、まあ、はい、一目瞭然だと思います、うん、はい、うん、なんかあの葛原先生はあれですよね、僕ちょっとこう最初に作品を見てるときにあのどう結構こうレタッチっていうか、はい、そういうのされるタイプか、はい、できる限りその撮影の時に意識して撮影するかっていった時に、はいはい、結構もう撮影の段階でいろいろこうフィルターも使って、そうですね、ほとんど全部 JPEG で、 JPEG でらしいということで、はい、ということで非常にまああの全体的にどの作品を見てもその、はい、まあ、効果というか、はい、まあフィルターがなければ多分できなかったんだろうね、もちろんフィルターありきの表現になってますね、はい、はい、その辺すごくねあのご視聴いただいている方参考にね、はい、なんかでこちらの。そうですね。はい、まあ三脚ですよね。はい。はい。で、まあ、岡本さんと同じように、僕も、うん、はい、両方とを愛用しておりまして、はい、ただ、あの、特に飛行機を撮るときも、うん、僕はこのジンバル雲台というものを、はい、よく使っておりまして、まあ、岡本さんの場合、あれですもんね、ビデオ雲台、ね。僕はビデオ雲台ですよね。はい。で、このまあ、ジンバル雲台っていうのは、まあ、こういうふうに、うん、要は、こう、置いたいものを、被写体を追うのが楽っていうのがあります、はい、うんうんうん、で僕の場合は見ていただいた通り、まあ、飛行機も撮るんですけどノンジャンルなんで鳥も撮ります、うんうん、で特に鳥の場合にねやっぱりこう飛行機だと一直線上なんですけども、はい、鳥の場合ってどう飛ぶか分かんないじゃないですか、うん、ってなるとこういうふうに追いやすいっていうところがすごく重要になってくるのでこのジンバル雲台を使っておりまして、まあ、飛行機の場合もそのまま、まあ、使い慣れているのでこちらを使っているという形になります、ね、うん、やっぱり鳥をメインに撮影する方はこのタイプがすごくいいですよね。そうですね。はい。うん、で、まあ飛行機にも愛用できますよというところですね。なるほど。はい。はい。流し撮りだと、まあ上を例えば閉めてしまったら横だけでこっちの上には行かないんですけど、うん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 。なのでそういうふうに代用できるという、ビデオ雲台に近い形。なんか見た目も迫力があって。でかいですよね。なんかかっこいいですね。はい。これ404の CL っていう、まあ、一番レフトさんの中では背が高くなる。あ、2メートルぐらいまで。はい、2メートルいきますね。あ、はい。このエレベーター式のセンターポール使ってるんですけど、うん、これを使わずにほぼここの天井ぐらいまで行くんで、じゃあもう当然ね、まあ、空港なんかでもフェンスをちょっとこう上に、ね、もちろんフェンスクリアできてますね。はい、はい、すごい、はい、すごくおすすめのものでもあるんで、うん、ぜひで岡本さんも購入していただいてもいいんじゃないかな、はい、飛行機乗れないですけどね、これ持ち込みはちょっと姉妹寸法的に厳しいんです。そうですよね、はい、結構ねちょっと私の場合やっぱりこう飛行機で移動することが多いので、はい、そうですよね、姉妹寸法が大事だ、うん、どうしてもその辺の、はい、まあいろいろなね種類が出ているので、うん、まあその人にね使、はい、一番使う用途に合わせてもらって選んでいただくっていう、ね、はい、あと、うん、まあよく使うのがこれですね、 LPRF ですね、はい、これあんまり使われてないのかな。そうですね、僕は、はい、使ってみたことある。いや、使ったことないです。え、ないんですか？はい。絶対使ってください。またじゃあ進んでいって。マジでいいですか？はい、じゃあ今日ちょっと。夜の、あの、はい、撮影の場合に、特にああいう空港とかの場合に、はい、まあ、都市光ですよね。オレンジの光とか、はい、あの色被りが空とかに出やすいじゃないですか。はい、はい。そういうものを抑えてくれるという形のフィルターになります。はい。はい。で少しこう、薄紫というか、はい、はい、はい。これがオレンジの色を抑えてくれるという形ですよね。もう使ってないならぜひ一回。あ、そうです。またじゃあ、はい、はい。今日早速使いましょう。あ、そうですね。今日は夜ね、千里眼撮影会で、ね。はい、千里眼一緒に行くんで、はい。はい。で、まあ、こちらのフィルターを使っているのが、まあ、この辺なんですけども。はい。まあ、色味が多分見ていただいたら多分、ね、後で触っているわけではないので。ないの、うん、はい。
こういう感じで、都市高っていうのを抑えられるっていう形になります。はい、後でね、はい、触るとね、このライト、飛行機のライトってパッてこう白くなったり、いろいろ色がつくんですけど、そうです、そうです。触ってるやつっていうのはその白いところが白くなってないんですよ。はい。だから、すぐわかるんですよね。あ、ちゃんとこう、はい、白く光ってるじゃないですか。そうですよね。はい。なので、これはもうまさにフィルター。さすがです。効果があると。はい。なので、今日の夜、ぜひ。じゃあ、早速ちょっと、はい。じゃあ、もう貸すんですか。あ、おじさん。はい。はい、ありがとうございます。はい。これ95mm。95mm。はい。はい。ですね。82mm もあるんですか、ね、あります、あります。もちろんあります。なるほど。はい。はい。いろんな。タブ型もあります。タブ型もある。はい。なるほど。はい。ぜひ使ってください、ぜひこれも、じゃあ、ちょっと使ってみたいと思います、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、もう、ちょっと僕、ぜひ、これ、早速、試してみたいと思います。はいはい、でね、まあ、そういう光害カットっていう種類のフィルターになるんですけど、はい、また、他社さんでもよく出てるんですけども、はい、特にカニの場合は、そう、黄色、のカットがやっぱり全然性能が違うんですよ。なんでそこを感じ取ってもらったらいいかなと思います。わかりました。はい。じゃあちょっと今日早速、そうですね。夜の撮影なので、はい、ちょっと試して、はい、さして使ってみたいと思います。楽しみです。はい。はい、でまあそろそろ時間かなと思いますので、はい、ここら辺で、はい、お話終わりたいなと思うんですけど、さっきのね小川さんの提案いただいた沖縄、はい。ねぜひ皆さん参加してくださいね。参加してくださいっていうか、なんかもう、なんか実現ですか？え、実現するんでしょ？もう、だって、伊藤さんさっき首を縦に取りながら、ね、やります。はい。あ、わかりました。じゃあ、ぜひ、ね、実現して。はい。皆さんね、はい、こぞって来ていただいたら、すごくためになるし、うん、楽しいツアーにね、二人でできると思うので、はい、本当ね、写真がよりね、このフィルターとって、僕自身が楽しくなったので、はい、うん、いつも言ってるんですけど、はい。はいね、そうなっていくようにね、はい、そうですね、はい、使っていただきたい、協力して頑張りましょう、はい、じゃあ今回はありがとうございました。ありがとうございました。